しかしこっから先一体何が起こるってんだ。なあ、わざわざこんなところに呼び出しやがってよ。ちっちゃえな。そんなくだらないことが気になるのか。ああ、なんだおめえは。こんなのただの雑談レベルだろうが、言いがかりか。言いがかりだなんてひどいな。君こそそんな言い方したら、それこそ言いがかりだろ、ホロホロ。うわあ、なんだあの目立つでっけえのは。スピリットオブファイヤー、僕と違って気が短いので口の利き方には気をつけた方がいい。未来王、この覇王にはね。未来王覇王、この俺を差し置いて未来王とは、おこがましいにも程がある。やろう。貴様は王などではない。なぜなら俺が王になるからだ。ちっちゃえな。何を焦ってるんだ、レン。タオケへ帰って何かを掴んできたんじゃなかったのかい。それとも大事な友達を殴られて頭に血が上っちゃったかな。貴様、なぜそんなことを知ってるかって。王は何でも知っているからだよ。母様、おたむれはその辺でやめときましょうよ。そろそろ会場へ戻らないとパッチの飛行機に乗り遅れちゃうよ。そうだったな。じゃあ僕の顔見せも済んだことだし、行くとするか。今日僕がわざわざここへ来たのは、君が僕にとって特別な存在だからだ。君はもっと強くならなければならない。ちゃんと勝ち上ってくるんだよ、この未来王覇王のためにね。こいつが覇王。